マルドナドは、ウルグアイ南部に位置する、マルドナド県の県都で、人口は54,603人。国道39号線で、南のプンタデルエステと結ばれ、この町とやはり南のピナーレス・ラスデリシア、北のラ・ソン・リーサなどと都市圏を形成する。北隣のサンカルロスとは1 3トル離れている。マルドナドは1755年に、モンテビデオ知事であった。 ホアキンデビナによって開設された。1757年に入植した永住者104人を迎えると町の基盤ができた。元々の名はマルドナドであったが、フェルナンド6世によってサンフェルナンド・デ・マルドナドという名に変更された時期がある。1832年7月26日から8月19日まで、ダーウィンを乗せたイギリス海軍のビーグル号がモンテビデオに闘病した。 ダーウィンは周辺のバヤブランカなどで標本採集をしている。マルドなどでは鳥類や爬虫類を大量に集めた。ダーウィン生誕200年記念の2009年、ビーグル号に積まれた卵の標本がイギリスの博物館で初めて見つかり、マルドなどで取ったという記録も確認された。ありがとうございます。